ちは、ヘアサロンRUDOの小田山です。今日は、5ヶ月ぐらい切ってない髪の毛をカットとパーマをかけてちょっとかっこよくしていきたいと思います。もともと地毛がすごい直毛なんで、パーマをかければ動きも出しやすく、そしてセットもしやすくなるという形で、スタイル的にちょっとバック調にパーマをかけさせてもらって、で後ろとかはだいぶ重くなっちゃってるんで、スッキリ取らさせてもらって、ちょっとイメージ本人ついてないですねついてないと思いますけどね、ちょっと初パーマバッチリ確認させてもらうんで、お願いします。お願いしますI'm gonna go.
すっごい助かりますなんでパーマ推しなんで、よかったら皆さんかけてみてください。で、インスタグラムもやってますんで、よかったらフォローの方よろしくお願いします。お願いします。で、YouTube 少しでも、まあ初心者ですけど上げていく予定なんで、またぜひチャンネル登録とよろしくお願いします。ご視聴の方ありがとうございました。ありがとうございました。